こんにちは、ショーリングです。今回メーカー様からフィミパームっていうジンバルのカメラ提供いただいたんで、実際それがどの程度動画撮影に使えるのか、大阪の休日 Vlog を撮影しながら使ってきました。朝大木町公園を抜けて天禄方面へ行くところですね。三軸ジンバルカメラなので映像自体はかなり安定して滑らかな映像が撮れているのかなと思います。ただちょっと映像が暗いのと、この画面のように少し斜めになって水平撮れない時があります。フィミパームのマイクの性能自体はそれほど良くないのかなっていう感じで、マイクオンにしてるんですけれども、極小でしか音声拾わないですね。まずは朝サウナで整っていこうと思います。1時間半ぐらいサウナで整った後の生ビール、マジで最高ですね。ここ聞いたら分かるんですけれども、音ずれしますね。で、お昼ご飯時なので、お昼ご飯食べようと天神橋筋商店街、日本一長い商店街にやってきました。お昼は天満駅前にあるダリっていうトースト屋さんでテイクアウトして食べることにしました。この前テレビで紹介されてて来てみたいなと思ってたんですよね。トーストを買って大川沿いにやってきました。帝国ホテルの近くですね。ここの映像を見るとかなり綺麗に滑らかな動画撮れてますよね。川沿いのベンチでさっき買ったトーストいただくことにします。パンもちもちでめっちゃ美味しかったですね。ここの映像分かりやすいと思うんですけど、やっぱりジンバルなのに水平撮れてないですよね。ランチの後は帝国ホテルの中にあるカフェで作業していきます。カフェでブログ書いてます。こういう風に自動でゆっくりカメラ動かしながらタイムラプス撮れるの面白い機能ですよね。カフェで作業してたらすっかり暗くなったので中之島にやってきました。フィミパームの暗所性能を確かめます。見えてきたのが中央公会堂です。夜景どうですか？思ったより綺麗に撮れてません？ただちょっと明暗差に弱いですね。明るいところは白飛びしてしまう感じが見られます。イルミネーションの通り抜けなんですけれども、 GoPro だとまず撮れないようなところでも、割と綺麗に撮影できてるんじゃないかなと思います。ただやっぱりちょっと明るいところが白飛びしてしまうというところは感じられます。ここも全然水平撮れなかったですね。大阪市役所ですが、市役所もキラキラしています。御堂筋沿いも木がイルミネーションされてすごい綺麗になっていますね。この木キラキラすぎてすごいな。で、梅田までやってきました。ここでもやっぱりカメラ斜め向いてますね。梅田の御堂筋沿いもキラキラしてます。梅田の高架歩いてるとすごい人だかりができてるの見つかりました。奥の方でミュージシャン歌ってたんですけれども、めっちゃ人気ですよね。ちょっとどなたか知らないんですけど、コロナウイルスの時期大丈夫かなというのは思いますけど。で、阪急百貨店にやってきました。地下のお惣菜コーナーですね。ここで最後晩ご飯を買って今日の休日は終わりです。フィミパームポイントポイントでは使える場面もあったんですけど、全体的に使うのはちょっと厳しいかなという印象でしたね。
じゃあ今日の Vlog 終わります。チャンネル登録よろしく。